はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は、老後の資金が心配。いでこで資産形成。老後の資金が不安。何かいい節税対策ないの自営業の方は退職金がないし、会社員のようなね、手厚い年金制度がないという不安な方。ぜひ動画の方を見てください。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは老後の生活が不安。いでこで資産形成。今度から始めるようについて行きましょう。本日の内容です。まず、いでこの特徴について説明をします。そして、いでこを使った節税のメリットに について紹介。そしてイデコは掛け金の上限額があります。それの掛け金の限度額について誰がいくらまですればいいのかについて解説します。そしてイデコの始め方。やりたいとは思ってるんですけどなかなかどうやってやればいいんだろうということで始め方を紹介します。そして最後有利な受け取り方の方法3タイプを紹介します。そして最後まとめです。本日はこのような流れで行きますのでよろしくお願いします。自営業フリーランス向けに経理・税金確定申告の役立つ情報を発信していますのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。 では早速イデコの特徴からいきましょうイデコイデコと言うんですけど正式名称は個人型確定拠出年金というのが正式名称になりますそしてイデコの特徴について順番に説明していきますまず1つ目大きなこれ特徴ですね掛金,金が全額所得控除できますそして2つ目運用益ですイデコで運用してプラスになった部分には税金がかかりません、まあ、非課税ってことですね次にねいでこのデメリットについて紹介しますデメリットはやはりこれですね、まあ、老後のの資金運用たためにでできた政策ですので で60歳ままでで引きき出すことができませんつみたて NISA はいつでも現金か売却することができますのでそこで大きなねいでこと積みたて NISA の違いになるのではないでしょうかそしてもう一ついでこは解約不可です一度スタートしてしまったらやっぱりやめますということで解約することはできないのでお気をつけくださいもちろんね掛け金を最低限まで下げたりとかいうことはできるんですけど解約するということ自体は不可ですのでそこだけご理解いただいてスタートしていただければと思いますさあそして毎月の掛け金は5000円からスタートできます ね、ちょうどいいかなっていう風な掛け金でスタートすればいいかと思います5000円からでももちろん構いませんし2万円からスタートしても構いませんそして運用自体は金融機関が代行してくれますあのね株の取引のようにね一回一回いつ売却しようとかね今下がってるからとか今上がってるからっていう風なもうずっとね株のね値段気にしてそれがイデコはそういう心配はありません運用は基本的に商品を自分が選ぶのは選ぶんですけど選んでしまえば金融機関が代行して運用をしてくれますイデコの特徴はこのようなものがありますでは実際節税になるってねイデコすると節税になる って言うんですけど一体ねどういう風な節税のメリットがあるのかを次のスライドで見ていきたいと思いますはい節税のメリットですねまず積立時ですこれは全額所得控除になりますかけた分が所得控除に全額なるっていうのが一つ目のメリットですね節税のじゃあ具体的に見ていきますと例えば年収700万円の自営業の方が掛け金月4万円差として年間したらね12ヶ月あるので48万円差としてじゃあどれくらい税金が安くなるのかと言いますと所得税と住民税合わせて1年で約10 16万円ほど変わってきますどれくらい変わってくるかと言いますと、年、ね、収700万円の方だと、月4万円の掛け金で、年間だいたい約、ざっくりですけど、16万円ぐらい変わってくるというイメージだと思ってください。そして2つ目の節税のメリットです。運用時、要はね、運用益が非課税ですよということですね。で、これ、通常の投資、まあ、一般投資だと、税金、税率というのは20.315%かかるんですね。なので、例えば、まあ、通常一般投資として10万円利益がときに、まあ、時約2割ですよね。なので、10万円出たとしても、 手元には8万円しか手元に残らないんですけども、いでこは非課税、運用益が非課税ですので、10万円プラスが出たら10万円手元に残るというイメージだと思ってください。ここ結構大きいですよね。そして3つ目の節税のメリット、受け取り時に税制優遇があります。これ、最後の、ね、スライドで紹介します。要は、いでこ60歳までかけて、じゃあ、もらう時にどうやってもらおうかっていうので税制優遇が変わってきます。それ、最後、スライドの方で紹介します。じゃあ、次にね、いでこしたいなと思っている方、一体自分はいくらまですればいいのか。上限額を を知りたいと思うので次上限額について解説していきますはいイデコの家計金の限度額ですまず国民年金がどれに入ってくるかによって上限額というのは変わってきますそして国民年金にはここね第1号第2号第3号という風うに種類が分かれています第1号はどういう方が該当するかというとこういう自営業フリーランスの方が第1号の国民年金に該当しますそして2号は会社員の方ですねそして3号と言われる方には専業主婦の方が該当することになっています要は配偶者が2号 の会社員でででそれ内して,るっているう方がこの第3号に入ります皆さんね同じようにこの国民年金って基礎年金と呼ばれるという1階建て部分の年金をかけています。これがね令和3年時点でいうと月1万6610円のものです。で会社員ですとさらに手厚いものがあって厚生年金というのをかけている会社の方が多いかと思います。要はここが2階建てと呼ばれるものですね。さらにその上に3階建てとして、まあ、企業拠出年金ということで企業独自の年金をかけている会社さんもあります。 自営業の場合は、よく言われるのは、ね、この国民年金の基礎の1回部分しか年金がないから、あの何かしら手立てをしとかないといけないよというのが、まあ、図で見るとね、分かりやすいかと思いますけど、こういうことになっております。じゃあ、それぞれいくらまで上限できるのかを見ていきましょう。第1号の自営業フリーランスの方は、この国民年金基金という、別途ね、国民年金とは別で積み立てていく年金があるんですけど、それと、まあ、ど合わせてですね、この合算額ですね、合算枠というものがあります。だから国民年金かけてなければ、いでこは月額6.8万円までマックスでできるということです。 ね、もし国民年金基金かけている方はその分は差し引いていでこをしてくださいそして次こっちよりこっち分かりやすいのでこっち行きますかね産業保険の方は専業主婦の方じゃあいでこできないんじゃないかなと勘違いされている方いるんですけどできますその代わり自営業ほど上限額はなくて少し低めの月額2.3万円まではできますここ知っておくといいいですよねはい、そして次会社員の方ですね会社員の方は国民年金と厚生年金をかけていてさらにその中にこの企業型年金かけている方がいるのでここの部分を差し引かなければいけなくなりますこれは 各自の会社さんによって確認するしかないので企業型年金がある会社さんもあればない会社さんもあるのでそちらの方は各自ご確認ください。でこの企業型拠出年金をかけている方でも iDeCo は月2万円まではできますよという会社も実際あります。でも逆にあのこれうちはこの会社これやってるからもう iDeCo は入れませんよっていう会社もいますのでその辺りはね各自自分の会社がどれに該当していて iDeCo ができるのかできないのかっていうのは直接取 取り合わせてみてください。そしてもう一つ最後ですね。いでこにじゃあ入れない人、できない人はどういう方かと言いますと、1つ目が60歳以上の方です。まあ、老後の資金のために積み立てていくものなので、60歳以上になるともう入れません。いでこはかけれなくなります。そして2つ目が、外国に在住の方は、いでこ入れません。まあ、日本に在住してるということが条件になります。そして3つ目、国民年金、ここですね、国民年金を未納している、払ってないという方は、いでこ入れませんので、ご注意ください。というわけで、いでこのね、かけ金の限度額のイメージがついたんではないでしょうか。 イデコはしていいいままますすすすねこここにに該当るるののの、まあね、ででででが6、万円きととう枠組みのところに私も言います、はい、次、イデコの始め方ですどうやって始めるかといいますとまず金融機関に専用の口座を作らなければなりませんこれは証券会社や銀行が金融機関に該当します例えば SBI 証券さんだったり楽天証券イオン銀行などがこれに該当しますそして気をつけるポイントは1人1口座のみになります SBI 口座でも作って楽天の方も、ね、作るっていうことはできませんのでご注意くださいどこか1つになりますで、ね、どこの証券会社を選ぶか っていうのは次のスライドね、選び方のポイント、コツを紹介していきたいと思います。まず何をするかと言いますと、まあ、金融機関を決めていただいて、資料請求をします。これはウェブサイトから入っていただいて、資料請求をできる場合もあれば、窓口の方でね、言えば資料をもらえるケースもあります。そして資料を請求します。これはね、ここの時点で1つに絞らなくてもいいので、気になるところね、例えば SBI と楽天に両方資料請求をして比較してみてね、どっちか1つ選んで送り返せばいいかと思います。はいそして2つ目、決めた方にね、必要書類を変装します。ここ何を書くか まあ、いくらかけ金しますかとか、まあ、住所とかね名前とかあと年金番号を書いてある免許証のコピーっていう,こう証明書ですね自分を証明する書類を返送しますそうすると加入資格の審査が入りますそしてこの審査に通ると無事口座が開設されますいで子は結構時間がかかりまして3ヶ月前後口座開設するまでにかかりますですのでこの必要書類を返送して口座開設される間に何の商品を始めようかっていうことでこのタイミングで商品を選んでおくことをお勧めしますで3ヶ月前後かかりますのでもし 令和3年度の節税に使いたいいでこの掛け金ね所得控除したいという方はもうすぐにあの申し込みしてください3ヶ月前後かかると今ね申し込んだとしても控除対象になるのが101113ヶ月間だけだったとかちょっと遅れてってしまうと1 1 1 2月分だけしかできなかったという風になりますのでもし令和3年度に所得控除使いたい節税対策としていでこ始めたいという方は急いでください次にじゃあ金融機関の選び方のポイント、まあ、コツを紹介しますはいそれでは金融機関の選び方のポイントです くださいこれ金融機関によって商品が違ったりあと数が違ったりしますなのでどこの、えー、証券会社どこの銀行を選ぶかによって変わってきちゃいますなので金融機関によって商品とラインナップ数が違いますのでよくご確認ください受け取る時にあの3つの受け取り方があるんですけどいでこねあの受け取り方あるんですけどこの金融機関によってはその3つ目の受け取りがダメなとこもあります 最後の、ね、出口のところも必ず確認するようにしてください,、はい。そして2つ目、チェックポイントはサポート体制です。相談体制やウェブサイトの、ね、見やすさあるかと思いますので、そちらの方をご確認ください。例えばね、相談窓口があったりとかね、電話受け付けますよとか、あとはね、チャットでね、こ右端に相談できるあのチャットボットみたいなのもあるところもありますので、またね、見やすいウェブサイト、どうしてもね、なんかちょっと使いづらそうだなという自分との相性もありますので、この2つ目のポイントとしてはサポート体制を確認するということです。 と思います。手数料がいろいろとかかります。入れこには例えばこういうものがかかりますね。加入手数料とかまあ、ね給付の手数料まあ、その他このような諸々の給付事務手数料事務委託手数料などがかかります。ここは入れこするにあたってはね、どこの金融機関を選んでもここはかかってきます。で一番のポイントがここです。この運営管理手数料が違うんです。でこの運営管理手数料が金融機関によって0円から数百円と幅があるんですね。まあどうせするならば私はあの安いところをおすすめします。そこがどこかねきちんと調べて入れこ始めて ださい数百円だし大丈夫でしょうっていう風にね思うかもしれないんですけど早く始めるとやっぱ何十年もいでコって続けることになりますので結構ね何十年って積み重なっていくとこの運利管理手数料というのがバカにならないんですねなので差額がある場合がありますのでここは運営管理手数料がいくらなのかっていうのは確認する必要があるかなと思いますでまとめると選び方のポイントは商品のラインナップ2つ目がサポート体制3つ目が手数料この3つを比較するポイントになっています、はい、そして最後にねこのいでこの受け取り方法の3タイプを紹介したい と思いますこの3タイプがどういうことかと言いますといでこね積み立ててじゃあいざもらおうという時に3つの方法があります一つ目一時金も一括タイプですね積み立てていたいでこを一括でもらいたいとそうなると退職所得に該当します所得の種類がですねそうすると退職所得控除が適用されるわけですちょっと次2つ目の方法見ていきますねこれは年金タイプで分割してもらう分割タイプと呼ばれるものです要はいでこで積み立てたお金を年金と一緒に毎月毎月割り振ってもらいたいという方です ですね、その方はどうなるかと言いますと雑所得要はね他の年金と同じように雑所得に該当されますなので公的年金控除がありますそして3つ目の方法があるんですけどこれは一時金と年金を組み合わせる方法もあります一時金金と年金の組み合わせなのでここの退職所得と雑所得の組み合わせになるので退職所得控控除除とと公的年金控除を使うことになりますで一概にどれが一番お得なもらい方っていうのは言えないんですよね。その方の、ね、入れこの方積み立ててきた金 金額とかそその時のその方の時方状況仕事をねもう辞めているのか辞めていないのかとかにもよりますしもう、ね、辞めて一括でもらいたいという方もいらっしゃればやっぱりこう分割してもらう方が安心だわという方もいますしもしくはね掛け合わせたいとミックスしてもらいたいという方もいます先ほど言ったようにこのミックス型の受け取りが金融機関によってはねうちはやっていませんよっていう場合がありますのでもしこの一時金年金の組み合わせ型ミックス型でもらいたいなと思っている方は金融機関を必ず選ぶようにしてください、まあ、少しね先のの話なので皆さん あとしないんですけど、やはりその出口で受け取り方によってこの税金の控除が変わってきますし、どうもらえばお得かっていうのも変わってきますので、その時ね近づいてきたらちょっと一回シミュレーションをしないといけないなっていうことだけ頭にあの覚えておいてください。でねこのどうやって受け取るかっていうねその方の要はライフプランになりますので、その時少し前に考えてみればいいんじゃないでしょうか。はいまとめです。いでこは積立ニーサとも併用可です。積立ニーサについてはもう一つ前の動画で解説していますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。そしてこれどちらも一緒なんですけど積立 伊達兄も,イデコもなるべく早く始めるのがお得になります長くね運用していて増やしていこうというものなのでどちらもなるべく早く始める方がお得な仕組みとなっていますそしてもう一つこれ共通して気をつける点なんですけどリスクはゼロではないという点をお気をつけください運用ねすれば絶対に100%元本割りするものではないのでそこだけは了承してあのご理解いただいてスタートするのがいいかと思いますそして先ほどねちょっと案内したんですけどイデコは国民年金未納の方もしくは免除国民年金免除を使ってる自営業の方は入れませんのでこれ一す 一度自分の国民年金の状況を確認して申し込むようにしてください。国民年金が未納があったかなっていう風うに思う方とか、なんか免除の期間があったけど大丈夫かなっていう方は必ず確認した方がいいかなと思います。書類出せてねあの加入審査資格の時点でそこで多分ダメな場合、引っかかるとは思うんですけど事前に確認していく方がベストかなという風に思います。でね、皆さんイデコ始めたいなと思うんですけど、やはりこの書類を出すとか、商品選ぶとき何を選べばいいんだろうということで皆さんその2つのポイントでつまずきますのでぐっとこらえて、あのなるべく早めにスタート した方がお得ですので今度こそねは始めよううっていう形でイデコ始めれる動機づけとなるといいなっていうので今回この動画を作りましたのでぜひ皆さんいでこ始めてみてくださいチャンネル登録ぜひよろしくお願いします高評価ボタングッドボタンやね感想やコメントいただけると本当に励みになるのでいつもコメントでね感想いただけること本当にありがとうございます他私は SNS 他にもしてましてインスタグラムツイッター TikTok もやってます TikTok は初めて5ヶ月でフォロワー5万人を超えてますのでぜひその他の SNS もチェックお願いしますあとオンラインサロンも運営して います税理士川南の会議室、オンライン上で税理士を味方につけるということで、新しい形の、ね、顧問契約ということで、えー、展開中です。月額制の完全会員制、メンバーにならないと中身は見えないようになっています。 でそこですと相談や質問がオンライン上で何回でもいつでもできることができます。普段私ね、料金表だと1時間1万円の相談料なんですけど、メンバーになるとね、いつでも気軽に相談や質問がすることができるのがメリットです。そして2つ目が、税理士の裏側を公開しているってことですね。普段ね、ビジネスどういう風にしているかとか、SNS の伸ばし方、まあ、YouTube や TikTok の裏側、まあね、撮影話とか、実話の話を、えー、オンラインサロンの方に投げております。また経理や税金の情報ももちろんオンラインサロンに優先的にあの投稿をしています。あまりね、表にほとんど出してない情報ばかり オンラインサロンでは投げていってますので、検討していただけると嬉しいです。そして、3つ目のメリットは ZOOM サロンを定期的に開催しています。メンバーと私で Zoom 上でこのコミュニケーションを取るって言うようなことをしております。これねメンバー同士に情報交換できたり、異業種交流になるので参加して方結構好評ですので、ぜひオンラインサロン気になる方は概要欄に url 貼っておきますので、そちらから詳細の方確認してください。はい、それでは本日も最後まで見ていただいた方、いつもありがとうございます。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。